こんにちは、ケンシです。ヤマトです。今回なんですけども、はい、アサヒビール、ビールサーバー、はい、雪山で10リッター飲み切れるまで帰れません。ういしょ。さすがに2人じゃきつくない？ちょうどいい人がいる。たみーちゃーん、おいしょー。どうぞどうぞ。あー、行った行った。10リッター大丈夫ですか？1人 3.3 リッターくぅ、いけるか。いける、行こう。いけるな。じゃあピリオドの向こうまで行ってみよう。行ってみよう。せーの、よいしょ、よいしょ。さよう。ですね。よいしょ。今始まるぞ。まずい。できてるやな、これ。なんか、なんだこれ、よいしょ。おお、おお、大賛成。よいしょ。でかっ。なんだかでかいですね。プレミアム熟成対戦させていただきます。ですね。じゃあ行くぜ、行くぜ。飲むか。よいしょ。ビール雪で冷やすか。氷持ってきないからね。氷持ってきないから。いくらでもある。あーさ。並んで。よいしょ。もう大丈夫かも。うん。冷え放題だね。うん。冷え放題。冷え放題だ。じゃあ冷え冷えっこ。行きますか。飲んでいこう。7対3です。逆7対3。逆7対3。いただきます、僕が。じゃあ、僕から行かせてもらっていいですか。はい、お願いします。最後の雪中キャンプに、最後の雪中キャンプになるかと思いますけど、はい、今日はお楽しみに行きましょう。キャビン！熟成だね。帰ってきたね。帰ってきた。ミスさん、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあ行ってみましょう。本日の食材はなんだなんだ、こちらでございます。やっば。もう海鮮中心に持ってきさせてもらおうて。ちょっと説明を、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、まず、ホヤね。ホヤ宮城県ですね。そうだね。うわ、ホヤどうやって食べるんですか。ね、これは塩焼きにしようかなと思ってるんだけど。塩焼き、そう、やったことないんだけど、ホヤ焼きがうまいっていう。あ、そうなんだ。そう、噂があるから、ちょっと食べてみたくて。ちょっと俺、刺身はこれいけない。刺身もいける。あ、刺身も食えるの。食いたいんだけど、一回も食ったんだよね、ホヤの。あ、そう、うん、じゃあ1個焼き、1個生でいこうか。ふ、うん、あとは次、ホッキね。あ、ホッキ貝なんだ。ホッキ貝。ホッキ貝、でかい。ハマグリではないんだ。これホッキ貝。へぇ、ひぬま夫婦がホッキ貝好きで、うん、動画でよく食べてんだけど、うん、俺も食いてぇなと思って、うんうん、今日ホッキ貝すごいパンパンだよ。みっちゃんのグーちょっと隣並べてもらって。あ、ほんとだ。俺だいぶ、俺のグーこれで50センチあるからね。相当なんだよ。今日も面白いね、みっちゃん、うん、エンターテインメントですね。エンターテイナーだからね。職業なんなんだよ。職業インスタグラマーだよ。今のエンターテイナーだろうだろう、お前。すいません。カットでここ。これはバター炒めしとこうかなと。うおー。ちょっと銀座でやってたバター炒めなんで。うんうん、ホッキ貝の。そう、美味しいから。あ、うん、銀座ではね、アオビです。うんうん、あとはブラックチャイガーですね。ブラックチャイガー。ブラックチャイガー。でかい。でかいよね。うん、ね。これはどういっちゃうわけですか。これはもうシンプルに塩焼きでいきましょう。あ、いいね。ちょっとあの身がふわっとなる
一個一手間入れるけど、ブラックタイガーといえば普通にスーパーに並んでる、そう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 、あとはイカ、イカ、何イカ、これはスルメですね、スルメ、はい、スルメはちょっと屋台の焼きイカをちょっと再現したいの、せっかくバーベキューなんで、屋台の生姜が効いた醤油でがっつりやるやつ、これはもうビール行くでしょ、行くでしょ、これで、これで7リットル行く、家族これ7リットル家族でも10リットルのでしょ、まだ俺ら1杯目寒いからちょろ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 乾杯しとこ、乾杯しとこ、乾杯しとこ、キッピー、いつ飲んでもキンキンだよ、イカの肝、ここはちょっと締めに使おうかなと思ってる、へー、そしてこの僕が大好き、マンゴーホルモンですね、無限マンゴーホルモン、はい、しかも魔法の、そう、めちゃくちゃうまいから、これみっちゃん食べさせてもらって超うまかったもん、うまいよね、これがなんと今日も食べれると、そうです、ね、これでね8リットルいくからだって7リットル8リットルがもう15リットルだからね、タンニャー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 だよ、タンニャーだよ、めっちゃ飲んでないけど、めっちゃ飲んでないやつが、あとこれ松山スノーパークの、村山さんが、あ、ビレマさんくれたんだ。そう、食べてください。ビレマさん？ビレマさん。そう、ビレマさんが。ビレッジマウンテンさん。ビレッジマウンテンさんが。食べてくださいっつって、なんか今ね、ここで販売してるみたい。あ、そうなんだ。美味しいの？そう、ジビエハムってさ。へぇー。調理してる間に、これでつまんで、やっていきましょう。あ、そこで稼いでいくと。そうだね。行きましょう。やっていきましょう。とりあえずこれじゃあ、開けて、食べれるの食べてください。行きましょう。うまく取ったんだ。ねえ。失礼します。おいっす、おいっす、おいっす。雪じゃなくても、冷えてるよね、絶対に。そうね。もうそもそもね、樽が冷えてるからね。ねえ、ねえ。うぅー。えつちですね。じゃあ、ビレマンさんからいただいたハムを食べましょうよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。いただくい、獅子肉、獅子肉俺好きだから、うん、どうぞ、いただきます、うん、すごいね、うん、ハムだね、ハムだね、食感は、うん、獅子肉ある、うん、ハムだね、うん、ハムだ、ハムだ、うまい、うまい、市販のハムの味がする、美味しいね、うん、うまい、苦手な人でも全然食べれる、食べる、これサンドイッチとか作ったら最高だね、うまそう、ね、じゃあまずはホヤからいきましょうか、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、これホヤは、うん、これ重要だから、もうこの溝だけではこらえきれないから、あ、そんなに、そうそうそう、ジューシーなんだ、そうそうそう、そもそもホヤって何ですか、何の生物ですか、貝類じゃないかな、貝よね、うん、包丁入るんだ、包丁入るよ、おお、すごいかかりました、すごいかかりました、すごいでしょ、そういうことなの、そういうことなの、え、臭くないこれ、え、臭い、はいはいはい、まあそもそも臭いから、はい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 、怖い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 、すごいよ、こうやって、もう全然こらえきれてない、全然こらえきれてないよ、そう、これきれないよ、これきれないよ、多い日、多い日、すごいね、ホヤは、多い日用でお願いします、すごいね、板前時代さばいてたことはあるあるある、へー、お、あ、こういう、あ、ここを、うん、食べるんですね、へー、そこも食え、ここも食べる、すげえ、なんじゃこりゃ、あ、いやいやいや、すげえ、すげえ、よいしょ、これ海水が入ってたの、うん、そうなの、いや海水ってわけじゃないと思うんだけどね、へえ、あ、ほらアサリとかもさ、うん、吸ってるじゃん、あ、そっかそっか、あの感じだと思う、うーん、マンゴーみたいだね、確かに確かに、え、マンゴーみたいじゃない？久しぶりに出たみっちゃんのその面白くないやつ。中学生からやってんだよ。こんな感じでね。すごい。やっこいんだね。そう、柔らかいよ。これをちょっと、うん、リードで？リードでくるんどいて。水分ちょっと取って。ホヤ食うと日本酒の味が変わるっていう。いや、そうなの？めちゃくちゃ日本酒と合うよ。
へえ、そういうもんなんだ。そう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 。これを、うん、もうあと一口で切ってるだけなんですよ。ほやほやみたいに言うなよ。じゃあこっちは、うん、塩漬けの刺身の方で食べる。はい、塩漬けにするんだ。そう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 。こっちは、こっちは焼きでいきましょうか。へえ。これをこの日本一美味しい塩で出たヘラ塩ですね。チーズヘラ塩。そうそうそう。うめんだよね。うめんだよな。でちょっとちょっとあればいいと思うんだよね。こっちはちょっと焼いたらどうなるか分かんないから、うん、少し少しあとで調整するってことだね。で、うん、貝類には味の素なんですよ。旨味の相乗効果だ。そうそうそう。これを少しこれだけで、うん、全然違うから、これをもんどく、もんどく、もんどく、これで仕込み終了だね。はい、おでんも、はい、ホッキ貝ですね。うん、おー、ひばらこと言うなよ。ホッキだからな。あんまそういうの僕はやるか。ホッキだよ、うせえわ。じゃあホッキ開けていきますね。この形のまま見るホッキ貝初めてだな。あ、ほんと。うん、いつもなんか出てるもんね。そうそうそう、いつもあれだもんね、うん、この部分しかないもんね。大体すごいすごいすごい、すげえ。これもちょっと多い日ですけどこれもね、貝類はね、大体多いのよ貝類は。うわ、ブリブリだ。ブリブリザイモンですよ。ブリブリですね。全部食べれんのこれ。これはね、これから掃除していくんですよ。掃除していく。すごい上手い。あ、キューなったね。今キューなったね。すげえ。ここに、これもやっぱり板前時代。これはやったね。うーん、めちゃくちゃ。貝柱と紐が離れると切れられるっていう。あ、そうなんだ。今の突起物が貝柱。これが貝柱、こういう2ついてるね。うん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 。でここが剥がれちゃうと怒られる。うん。そうそうそう。セットじゃないといけない。そうそう。おお、すげえ。ありがたく。じゃあ頂戴します。三枚目。何倍でもあるよ今日は。よし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 。よっしゃ。あざす。おい。うお。元気だね。いらっしゃる。貝は生きてないとね。食べるしかないから。うん。おおお。こんな感じだね。こうすると、あの今はまあ関係ないけど食感が良くなるの。あ、そうなんだ。だからみんな叩くんだ。そう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 。へえ。こんな感じでホッキ貝の仕込みを、ホッキ貝の仕込みが終了です。あ、でもじゃあスルメちゃんいきましょう。うん。スルメちゃんはね、もう、うん、簡単？簡単ですよ。おお、よいしょ。あ、これちっちゃいね。そうだね。これが炭袋ですね。炭袋。そんなもんなんだ、炭袋って。そう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 。じゃあこれ、じゃあ玉袋。バチッス。あめぇ。それを切っちゃうと、もう。そう、ブワーってなるんだけど。でも、これ、アミノ酸でできてるから、うん、美味しいんだよ。だから、イカスミパスタとかですよ。そうなんだ。アミノ酸なんだ。タコは、水溶性で美味しくないから、うん、使わないんだけど、イカはアミノ酸できてて美味しいんだ。旨味なんだね。そうそうそう。もうスルメ終わって、今度はヤリイカの時期だからね。ほうほう。こっちヤリイカの。バーベキューイカ食うとねえからな。こっちはこれをこれで取って。うん。どっちか。肝。そう、それが肝。これで和えたのが塩辛。ゲソを、こうやってやると、口が取れるのよ。ゲソって一つ一つさ、こうやってあの、ちょっとすげえ分かりづらいんだけど、うんうん、歯がついてるね。あ、そうなんだ。そうそう、吸盤に。そう。
それが口に残るから、うん、だからしごくんだ。まあスルメぐらいだったらそんなでもないけど、アオリイカだともっとでっかいからさ。先切ってどうとこか、これで OK かね。お大きいとこだ、よいしょ。おお、よく見るやつだ。一回洗って、おかわり、おかわり、光ってますね。お茶ある？あ、いただきます。よう、炭がいい感じですよ、三つのりさん。いい感じですね。寒いからちょっと進んでないけど、キョイあれでした。ビールうめえ。まだ半分も飲んでないもんね。まだ 2リットルぐらいじゃん。でもまだ始まって10分ぐらいでしょ。でもこっから酒盗ばっか来るからね。そうそうそう、やろ。満月ですね。どうですか調子は。寒いです。寒いね。バッチリしてたのここは。正直でやってるから。正直ベース。本日は松山温泉スノーパーク、はい、現在気温マイナス3度でございます。え、マイナス3度いった？はい、マイナス3度の中たくさんお酒を飲んでいきたいと思います。かっこいいって。あと7リッター6リッター頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。みっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。キャピーキャピーサミー喉。こっからここまで極寒ね。ねえ。喉サミー。これが何になるんだ。楽しみですね。いやー、これは美味しいよ絶対。だいぶ進み育ちましたね。うん。足りるかなみっちゃん。どう？いけるね。岩手は餅がいいね。うん。岩手切り積みさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。仕込み終了。仕込み終了です。手がかじかみながら。手がもう。ありがとうございます。で、冷てえ。手がもうマイナス8度。言ってるね。今まで一番過酷だったかもしれない。ありがとうございます。やめてやめて。書いて書いて書いて。ありがとう。乾杯。はい、乾杯。こっからもう焼いていくだけですね。そう。じゃあ行きますか。とりあえずエビから行くか。はい、よ。おお、お願いします。よし。お願いします。あ、でも結構広いから行っちゃおうか。ガンガン焼きで行こう。ガンガン行っちゃおうか。うん。じゃあイカ持っちゃうか。イカ持ちましょう。もう使った。もうだいぶいい感じ。すげえ、うまそう。いい感じ。おーおーおお。たこ揚げじゃん。たこ揚げですよ。たこ揚げじゃん。さっき言ったんだよね。え、聞いてなかった。タコなのにイカじゃんって。あ、そういうことなの。あ、そういうこと。あー、ごめんね、分かりづらくて。なんだよそれじゃあ。すいませんでした。こい楽しんでいこう。楽しんでいこう。お、いきなり屋台の香り。いい香りしてきたね。来た。ブラックサイズ絶対美味しいからねこれ。うわー、うまいよ。この匂いで飲めるね。うん、本当ですよ。今江ノ島の匂いするもん。浜焼き屋さんやそれ。浜焼きの匂いやそれ。炭ももう最高に最高だね。うん、ちゃんとしたらってうまそうよ。おお、ブラ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 だわこれ。これやばくない？うん、これはもう塩振らなくていいんだ。さっきの下醤油で、まあ醤油、うん、をここで食べるときにつけてもらう。いや、それただそこ臭くなるんだけど。確かにそこイカ臭くなるだけだから。確かに。多分 YouTube 界のバーベキューで一番美味しそうに焼いてる気がする。ナイスバーベ、ナイスバーベ、ナイスバーベ、ナイスバーベ。それも違うし。うまーっちょりもう違う。もう違う。オリジナルがない。ないみんなあるお酒ある。あ、俺もらっていいですかじゃあ。はい、よいよいよ、ありがとうございます。
足りないよ、もうこっからだから。これはね、こっからだから。あれは、あ、この反射してるところに見えるわ、お酒まんこの丸は。その時にそれやる意味わかんないですね。全く。全くわかんない。みんなまは得点入るよ。あぶない。うまそうな匂いに。カブイ。カブイ。カブイ。カブキョブキョブキョブ。うわ。やっと始まったね。やっと始まったね。やっと始まった。あったかい。始まってから4時間ぐらい経ってるね。過去一、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 過去一指が取れるかと思って。ありがとうございます。いや、とんでもないです。本当にもう、みっちゃんにも足向けて寝るねっす。寝るねっす。こっからだから。こっから、うん、あの、美味しいのこう。うん。そこのイカを、うん、いい色にしようから。どういう、その、いいもう、もう色いいよ。いや、まだいい、まだこっからなんだよ。行くぞ、行くぞ。じゃあ、このイカに、うん、こういう感じで、おい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 、塗りたくっていくわけですよ。照り焼きに仕掛けだな。そうですよ。うわ、生姜の香りよ。やばいでしょ。これは生姜醤油。生姜醤油。あ、やめてやめて。飲みたくなっちゃう。あぶない、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 あぶない。当たるくなる。ダメだった人いた。イカ臭く刺してここ、これも屋台でしょ。だって屋台だね、この香り。みりんないでしょ。これ醤油、醤油、醤油と酒だけ。もう屋台なんだ。そうだ、すげえいい香りする。やば、もう、もういい感じだよこれ。串抜いて、抜いて、うん、やっちゃう。そんなことやっちゃう、ちょっと熱いっしょ、熱いっしょ、いけんの？いけるいける。いけじゃん、うざいよー。なー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 。いや、置いてけな、置いてけな。おいよ、熱いじゃん、これ。これ絶対うまいよ、このイカ。これ絶対うまいやつ。多分今まで食ったイカの中で一番うまいと思うよ。もう匂いが相当やばいもんね。やっぱ、慣れてんだね。板前さんは、厚さには。みっちゃん、指の皮7センチあるから。そうですね。指の皮が。やばい。いや、熱そうだから。いや、顔の皮は7センチねえのよ。オッケー、行こう。いただきます。いただきます。イエス。じゃあ、山本君、行ってもらって。いい。みちゃん。ビールある、ビールある。みちゃん、あるよ。え、これ、さっき、首都？いや、首都行く。酒盗む？酒盗むよ、これ。え、僕から言っていいんですか、同じで。お願いします。いただきます。いただきます。いただきます。ちょっと待って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 、あ、触れるとこだった。あ、くだらねえ、くだらねえってやるとこだった。触れとけよ。うまっ。いいっすか、自分も行っちゃって。お願いします。これはもう絶対うまいでしょ。ドゥイドゥイ。口に入れた瞬間広がる生姜の香り、生姜の香り、イカの旨味、うん、醤油の香ばしさ、うん、おほほほ。そんなことない。今抑えたからね。抑えたね、今。いけす。うめぇ。ゲソもガンガンいっちゃっていい？いっちゃって、食っちゃって。うまいね。めちゃくちゃうまい、ね、うまい。味付けが最高に。生姜効いてるよね。キバイーン。いっちゃえぞ。とんでもない。ビール足んねえかもしれない。これはビールいくね。うん。で、そんなこんなでエビもいけるわけですよ、もう。何よ、怖いわ。じゃあエビね、うん、塩は下味ついてんだけど、ね、醤油の香りがつくと全然違うから。かけてます。いつも両目にかけてます。塩と酒でもんだ、もんだというか、そうそうそう、洗ってね。ちょっとこれでこう逆にして、うん、醤油の香りをマスト殻につけると。醤油は普通に市販の、そうそう、濃口醤油。エビいかせていただきます。はい。まずは、うん、串を抜く、うん、そもそもここ熱いっしょ。え、熱くないの？熱くないで、で
まあ、頭をちょっと取ってもらって、うん、これね、このままいってほしい。俺はいただきます。ブラツクタイガー、そっからいけるもんなの？プリプリです。プリプリです。プリプリです。皮も気にならない？いや、気にならないことはないけど、うん、皮も旨味になってる。はい、え、いっていいですか？いってください。もういっちゃってもらっていいですか？いただきます。はい、じゃあ、ありがとうございます。今日はありがとうございます。マジか。プリプリ。ないの？もうないのよ。なんか喋れや。食べる前からないのよ。今10リットル入っている熟成確認します。半分以上入ってる。半分入ってる。結構重たそうだったね。急にビールが進み出しましたね。ねえ、つまみがないとね。そう。ダメだよね。こっからゴリッターの。みっちゃんもうなんか自撮り足なんだけど。だいぶ酔っ払った。それではまだ2つしか食べてないけど。ちょっぱい。ちょっぱい。いや、酔うね。酔うね。うまっ。次は何行くんですか、先生？次、じゃあホヤ行こうか。うん、行きましょう。ホヤ行こう。じゃあちょっとホヤ焼いていきましょう。これは何ですか？これホヤの殻。うん、これを、うん、ここに殻で焼く。こうやって。おお、ふう、じゃあ、ちょっと野菜もね、取っとこうというところで。はいはいはい。さっき仕込んだネギと、うん、この、めちゃ長い長ナス。長くない？長いね。めちゃ長いでしょ。50メートルあるから、これ。面白い。ありがとう。あの、直で行っても。直に行っちゃっていい？直で行ってもらっていい？こういうこと？そうそうそう。長すぎて、斜めに入れるよ。入れて。すげえ。そのわけにこれも入れてくる。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おはようございます。まだビールいっぱいあるから。はいはい、頑張っていこう。よし、じゃあ、ホッキバター行こう。ホッキバター、ホッキバター行こう。行こう行こう行こう。こっから、ちょっと動物性脂肪を取っとこう。いいね。お願いします。じゃあ、ちょっとバター炒めいっちゃいますか。いやー、何のホッキです。ホッキ、ホッキのホッキですよ。ここに新玉ねぎを入れると。輪切りにしたの。そう、輪切りがね、食べやすいんです、うん、このバージョン。もうこれでもいいじゃん。玉ねぎに火が入ったところで、うん、ホッキを入れさせていただきます。はい、ホッキ。うわー、うまそう。バター、玉ねぎ、ホッキ。はい、今日は生きてるから、うん、サッと火入れればいいからさ、うん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 、ここにパスタじゃん。ちょっと味の素ね、うまみ成分。そう、牡蠣と貝といえば味の素。うん、薄口ちょろっと。これは濃い口じゃなくて薄口にする理由は、香りが高くて塩も強いから薄口の方が。うまそう。オッケーよ、もうオッケーよ。ちょっと味見だけさせてもらって。うんよ。はい、きた。これは言うなれば何ですか？ホッキバターだね。よし、よし、よいしょ。お、じゃあホッキバター
行ってください。いいです。おしゃれ。いやいや。みんなで行きましょうか、じゃあ。みんなで行っちゃうか。絡めて食べるんだ。おーおーおお。新玉もそもそも甘いもんね。いただきます。めっちゃうまくないこれ。はい、おい、はい、おいおいおい、玉ねぎあんま、ね、あんま、バターの香りとおっきと、やっ酔っ払いが作ったと思えないね。うんま。こんななるか。うんま。このままパスタにしよう。うん、これパスタだね。パスタだね。うん、めちゃくちゃうまいね。味付けは味もと薄口だけ。すげえ。マジか。うん、おっきい、うまいね。もらっていいですか。やらせていただきます。はい、です、いただきます。あるある、いただきますか。いいよ、みっちゃん酔っ払うから。いただきます。じゃあ、いやいやいや、いただきます。いただきます。そして玉ねぎが甘いのよ。そう、あんまい新玉ね。まあ、なくなっちゃったね、一瞬で。バターがまた焦げついてきてね、香り出て。まあ、これフライパンがいいからね。うん、どこのフライパンですか。ご縁です。ご縁です。この素敵な出会いはご縁です。やっぱりやっぱり。あー、ちょっと待って、ちょっと野菜取るから網あげてもらっていいですか。はい、これめちゃくちゃいい。これいい、うん、で、それグリップソナリーじゃないの。これはね、あの雪印、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 新作じゃねえ。雪印とグリップソナリーのコラボ。熱いでしょ、それ。え、うわ、ね、ナスだよね。しゃべ、雨浴びてる、雨浴びてる。もう一回コメントやってみる。待って、熱い。おい焼き。うわ、ネギうまそう。ネギに、うん、うわ、ホクホクやん。ちょっと待ってね。うん、見て、あのアルミから取るから。アルミからの卒業。アルミからの卒業。アルミからの卒業。スナック行くか。スナック行く。こっからか。うわ、ナスうまそう。あ、すごっ。長ナスを食べるんだ。こうね、だいぶ焼いたね。だいぶ焼いたね。これは直火で好みになるんだね。なるね。ここに、うん、お醤油をかけるわけです。うわ、うまそう。うわ、ナスにも。オッケー。じゃあ、これ、あの、野菜野菜だから。痩せ野菜、これで痩せる。今日のやつは全部リストされる。あ、ゼロカロリーで。ゼロカロリーで。ありがとうございます。気遣っていただいて。はい、じゃあ行こう。頑張ります。ゆりちゃんのこれでも包丁入ってるから多分切れると思うんだよね。こうあんだけ入れたもんね。いいですね。もう詳しいレシピはもうみっちゃんのチャンネルぜひ見てください。本当に確かにすごいんだよ。いただきます。いただきます。イエーイ。いただきます。おお、ネギいただきます。あんしようか。うん。あんしようか。じゃあ、じゃあ、じゃあ。あ、熱そうだった。ちょっとさ、いや、当てろよ。そんなにことある？ただのネギでしょ。いやー。うまい。ネギ、ネギの香り、旨味、こんなに出ることある？ええ。甘い。あちゃちゃちゃ。甘いね。ナス、いただきます。あ、ナス、いい？うわ、ナスやばい。ナスやばいよ、これ。うん。あんしてもらっていい？あの、肌とかにつけないから。頼むよ。うん。シンプルで。うん。
一回入ったのに もう一回ここに今、ね、夏ついてるのここに今ナスやばいやばいよね目で食ってるから今ここにナスついてんのよかばいいかばいいナスうまっこれ長ナスじゃなきゃできないわけじゃないじゃないよ全然あの普通の千両ナスでもできるしうんやっぱ焼きナスうまいよねうまいちゃんと炭身もついて、うん、ね炭身がすごいねのんべえの食材よね、ねうん焼きおにぎり、やだけど。あ、なにこう蒸し釣りの。目つぶって目つぶって。おでこ熱いから。そんなもん。次はちゃんとやってよ。下やってじゃないんだから。次は口入れてよ。うまっ。みっちゃんのおでこの味した？そっち？うまい、うまい。あ、ちょ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 。え？ちょっと待って、話出た。普通に食べよう。あーん。なんか野菜のうまさがわかるね。ね。これはうまいね。うん。これがバーベキューですよ。うん。ナイスバーベ。ナイスバーベ。締めありがとう。締めじゃねえんだよこっからなんだよよいよいよいよ行きましょうガンガンじゃあ締めるかお願いしますそれでは最後の締めいきましょう何 3, 2, 1 わなにこれいけんの焼きおにぎり大丈夫よなんて言ったって今マイナスだからねうん、これよ。どういうことその、なんて言ったって。なんて言ったって、マイナスだ。焼きおにぎりです。おぉ。愛だな。肝飯に、焼きおにぎりですよ。うん、乾杯。乾杯できないね、今。乾杯。乾杯。もうちょっとだからね。もうちょっとでなくなる。もうちょっとで、ノーラ達成するちなみに俺は、今、めちゃくちゃ酔っ払ってる。もう俺らが行くからあとは、うん、任せて見てくださいこれがみっちゃんの愛情おにぎりじゃあホルモンも一緒に入れちゃうよ、うん、あそうだねホルモン行こう、うん、もういい匂いするめちゃくちゃあれってこれめちゃくちゃうまいよねこのマンホールも、マンホールめっちゃうまいからビールなくなっちまうんじゃねえ足んない足んない買ってくるじゃああと10リットよいしょなんか焼き方のおすすめはがはい、OK、OK、いい。それぐらい簡単にしてくれてるから。なるほど。マンゴーホルモン。鼻声だし、何言ってるか分かんないけど。醤油がないんだけど。さっきいっぱい使った。いや、何を使ったの？生姜醤油に。何の生姜醤油？イカつけときの。そっち、あー、違う、俺入れてたもん。準備してた。自分でやった。そんなみっちゃんにカバイおいまた匂いがいいなマンホール大丈夫かマンホールはうんなくなっちゃったよ俺もだいぶ来てんだよないただきますいっちゃってください食べ終わるまでうん今日帰れないからね飲み終わるまでかいやてか足んないっしょだって今からホルモンとおにぎりでおい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 じゃあ山本くん足りるんすか足りるんすかえぇ、ー、取ってんの今回ってから回って回ってからちょうだよでも切れたけどね今のところで今のカットお願いします、うん、カットしねえからうんちょっと待ってね今焦げる前にひっくり返してもらえないあサビサビねこれ夏だったら一瞬でなくなるのにねビール本当よ確かにこの寒さであともう少しなのはすごいよね多分もう少しなんだけど、うん、これ2袋あるんだよね2袋あるもう一泊どこ行ったあーあるあるどこ行ったダメです酔っ払ってるダメです酔っ払ってんじゃないかよどんなみっちゃんにキュボイキュボイキュボイあー
あたす。行っちゃって。おかわり。マンゴーホルムに備えて。頭。おいしょ。おいしい、もちいい。マンホルムも近い。もちいいだ。誰くれんの私は今。これとりあえずちっちゃいの。これでもパジューがあるから。うん。そうだろ。このちっちゃさでパジュー抜群でしょ。はい。ちょっと。うまい。子供会の匂いがする。子供会のバーベキューの匂いがする。可愛い子いるよ。ん？可愛い子いる。子供会のバーベキュー。子供会のバーベキューの匂いでしょこれ。あんま子供会でバーベキューしてなかったりとか。結構してたよ俺。うん、子供会あった。うわ、あ、都内じゃないか。あんまないかな。誰も都内じゃないじゃん。うん、東京都内でもその子供会あったの。してない。うちはね、小学校の時ね、うん、ドッジボール大会あったり。そうそうそう、サワガニ取ったり。平成生まれと昭和生まれと違うんだよ。いや、逆に多分昭和の方があったよね、子供会の。確かにね、今もないし。疲れてたもん。あ、そういうこと。だから都内にあんまないんだよ、そのコミュニケーションが。あー、俺東京生まれ飛行そうでしょ、ね。悪そうな奴らは？大体友達。料理人は？大体疎遠。これもうそのまま建築工事、これ一番好きで。これプリプリ？うん。それ皮だけ焼けばいいらしい、建築的には。あ、そうなんだ。マンゴーホルもいい感じだから食べよう。マンホール。マンホール。行きましょう。よし。よし。イエス。イエギャス。これケンちゃん好きなやつよ、これ。え、ブリブリの？うん。よし。皮ないじゃん。皮あるあるある。うん。わあ。うん。やば。マンゴーホルうまいのよ。やばい。いや、ちょっと温度もらおう。え？みっちゃんから温度もらうよ、なんか、うん、今日はマイナスの中調理をし指が死にました、うん、でも美味しい料理ができてよかったです。やばいやばいやばい。みっちゃん、ありがとうございます。そんなない。マンゴーホルモンとビールが合うんだよな。うーん、うーまっ。焼きおにぎりに仕上げていきます、うん、はい。仕上げは醤油ですね。これで香ばしくさせる。うーわ、うまそう。焼きおにぎりの香りだ。ビール足りる？足りないよ、もうもうないよ、ビール。野球人はね、2回以上塗らないといけないんですよ。あ、そうなんだ。へぇ、うまそう。みっちゃん、いつもありがとうございます。とんでもないです。ありがとうね。冷たい、冷たい。寒いんだよ、氷点下なんだから。みっちゃんに出会えてよかったわ。いや、こちらこそですよ。ありがとうね、やってくれて。よし、あとは、うん、醤油が乾いたら完成でございます。うっす。じゃあ焼きのりできたんで食べていきましょう。おっす、いきます。スルメイカの肝醤油焼きのりでございます。へー、初めて食べるの。肝醤油いいっすか。ここもうガツッといっちゃって、ガツッといっちゃって、いきます。いかが。あ、うん、はあ、すごくあるよ。すごくあるね。うん、うまいね。うん、大人だね。ねえ、パリッパリ。うん、うまいね。うま、肝の苦味が最高ですね。え、これはビールですね。ビールですね。
ああ、ちょっと待って、入ってきた。お願いします。おかわりいっちゃう。こんなビールあんまないね。飲み干さないと酔っ払わないね。ビール酔っ払わないね。うん、全然酔っ払ってないよ俺は。全然酔っ払ってないよ。クソよこいつ。長州よそれ。俺は全然酔っ払ってないよ。はい、3つ。はい、行くぞ。うん。ネクスタイム行くぞ。ビール来ます。へいやあ、ありがとうございます。とりあえずこのホルム食ってるかな。うん。じゃあ今日、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。10リッターまだまだあるんで、あるんで、頑張っていきましょう。はい。大好き。キャブリッ。いやでもビールで酔っ払わないやん。もう末期です。あ、俺だって俺だいぶ酔っ払ってるやんもん。ちなみに今もここで持ちますよ、うん、ビール。ああ、もういや多分もう数百だよ。数百。じゃあどう？今入ってる？入ってる。入っとんのかい。入ってない。入れていこうか。いや、終わるかもしんない。いや飲んだね。飲んだよ。寒いから進まないんだよね。そう、まだあります、まだありますよ。怖い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 。じゃあ、え、ありがとうございます。キョイキョイ。でももう虫の息ですよこいつも。うんね、だいぶ冷めた。10リットルの風は深いね。深いね。深いね。業が深い。大丈夫みーちゃん。大丈夫。いける？でもみっちゃん本当に仕込み頑張ってくれたわ。いける？いける。いるよ。行くよ。OK。いただきます。はい。行くよ。いただきます。うまい。みーちゃんも食べな。うん。うん、食べてる。ん？うん。うまい。やばい。うまい。じゃあ、やばい。うん？まあ、今一番気持ちいいから行きます。乾杯。はい、はい、飲むよ。もらうぜ。行くぜ。どうだろうね。冬の10リッターきつい。うわー、おー、嘘でしょ。ちょっと待って。ちょっと一回確認して、確認して。見て。そう、ちょうどいい長さ。あ、まあ入ってるよ。あれ？なんだ今のジュクジュク。ああ。あ、しかない。終わったね。終わってる？終わってる。冬の10はきつりゃ。きつい。ありがとうございます。乾杯。ご縁ですね。ご縁に。はい。いや。
ちょっとマジでないか確認するよ。ダメだ。いやー、こんなビール飲むことないよ、うん、久しぶりよ。もう寝る。寝んなよ今から。うん、お前たちにライブさせるからな。とりあえずここで動画は青でも死にますけども、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いっちゃありがとう。